皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月13日、21時45分なんですが、昔、イチローさんが、オリックスが優勝した時に、シャンパンかけかビールかけのどちらかなんですけども、それをしっかりと現場で注意してたんですよ。お前らやめろ。でそういう映像って今なかなか見当たらないんですけども、検索ワードは多分皆さんわからないと思うんですよ。でテレビでも一部それ放送したことがあるんです。でそれからメジャーへ行って、大活躍されてる。でギネス記録はその日本のプロ野球界とメジャーリーグでのその合計のヒット数に関してはギネス記録はイチローさんなんですよ。歴代1位は。でアメリカ行ってからヒットの数は増えてるのは増えてる時もあったんですよね。ワンシーズンで260本超えのヒットを打ってた時も確かあったと思います。だからもうとんでもない数ですね。今でも日本プロ野球界で200本をワンシーズンに打つ方はまずいません。その僕としては法律に当てはめてね、もうコンピューターとかが、法律ある程度分かっていて神がかり的な力覚えてるから、だからもう皆さんビールかけは本当にしていただきたくない。シャンパンファイトも同じ。頭からアルコール類かけさせたりとかダメダメ。一番いいのはね、もう麦茶で乾杯。本当に大真面目な話、それが世界との差を生み出します。結局はそういうこと。だから吉田正尚選手ももしかしたら最初から髪の毛染めていなかったかもしれない。だけども僕の方のテレビの映像は今シーズン吉田正尚選手髪の毛染めてる映像だったんですよ。で、僕の方で調整つけたりだとか、いろいろ行っていました。だからもう阪神タイガースの優勝、今年日本一狙いに行ってますから、それは当然今まで日本一の回数阪神タイガース1回しかないんですよ。1950年からの換算でね。本当にだから阪神タイガースだけその最下位史上最多だったりとかね、その辺のところで全ての球団1950年から見て、大体、リーグ優勝の数と日本一の数と、クライマックスシリーズ優勝の数、これを合わせるのはかなり難しいとは思います。今までのリーグ優勝と日本一の回数があるから、この辺はある程度でいい。であとは最下位の数も大体全球団同じぐらいにしておくと。それ考えたら楽天さんは球団が創設されてからまだ年数が浅いんですけども、一応日本一を1回取りましたよね。ただリーグ優勝の数が少ないのと、あとは、最下位の数が多い。だから1950年から物事を見る部分と球団が創立されてっていう部分でも物事を両方見なければならない。で、昔からある球団は阪神、巨人で広島、横浜 DeNA ベイスターズさんは昔は大洋ホエールズで、もともと神奈川県で同じだったから、もうその辺は1950年からのデータで見させてほしい。で、その方は横浜ベイスターズ、DeNA さんとしてもありがたいという話にはなってくるはずなんですよ。だから正直巨人今まで勝ちすぎたから、お先真っ暗な部分どうしてもあります。そのための複数本拠地制度を私は提案しているのであって、で東京ドームが本当に解体するのであればね、今ある他の球場を使用して、試合を行ってほしいということなんです。で各地を巡業複数本拠地制度で使用料を払うというような形でね、回っていただいたら結構ですので、阪神タイガースの場合は甲子園だいぶ前に改修しましたし、まだまだ何年も持ちこたえます。で大きな地震とか発生しなかったらですよ。で阪神タイガースの場合は甲子園で高校野球のその
ちょうどね、まあ、兵庫県ぐらいがちょうど日本で真ん中ぐらいの位置づけなんですよ。位置的にね、その、旅費とかいろんなお話、いろんな人たちが応援しに来たりするお話、その部分を考えたら、やっぱり日本の中央部分じゃなかったら話まとまらないんですよ。春の選抜も高校野球もあるし、だから沖縄から東京だったらかなり遠いでしょう。あと、宿泊するホテルとかも高いでしょう、東京、大阪って。だからどうしてもある程度のところ、もうある程度で物事進めるしかないんですよ。鉄道輸送網とかしっかりしてないと、その甲子園の規模で満員になった時、だから他球場で行った時ね、その春の選抜とか、夏の甲子園とかを、その時に球場が満員になった時に鉄道輸送網がしっかりあるのかどうか。阪神タイガースとか、まあ、広島とかもそうなんでしょうけども、他の球団ももともと固定してあるところはね、試合が終わった時間帯に次々列車のホームに快速電車とか来るでしょう。5分以内に次々と。阪神電車はそうなんですよ。まあ、広島は直接見に行ったことがないかわからないんですけども、大体で輸送つくんです。そうじゃなかったら、3万人ほどお客様が入ってる時にね、皆さんが帰られる時ほとんどなかった電車でしょう。それぐらいのペースで次々ホームに電車が入ってこなかったら絶対無理ですから、もうホームから人が溢れ返ってとんでもない事故起きます。ですので、とにかく複数本拠地制度と、あと、まあ、私の情報では、来年から電力会社の役員だった方が、NPB、日本プロ野球会の役員になられます。もしかしたらもう今年からなってるかもしれない。ちょっと僕もその情報、記録してなかったんで、はっきり覚えてないんですよ。まあ、それは僕から言ってた提案でもありますし、エネルギーのね、残存量問題に関して、という部分で、もう頭からもうビールなんか掛け合いしてる場合じゃない、本当に。そんな余裕あるんだったら、そのビールアルコールなんだから、アルコールだけを蒸留して、バイオエタノールに使用した方が良い。もう自分たちが何してるかしっかりと分からない。これは他のスポーツも同じです。だからプロ野球界から他のスポーツ団体にも教えてあげてほしいですね。で、ルール、法律がありますから、この間ね、森保ジャパンが夜中の時間帯ドイツと試合をしてたんですけど、僕はもう親善試合いらないって言ってるんですよ。で、森保監督はテレビに向かっての僕との未来との時間軸を超えてのね、意思疎通で僕は言ってないよ、聞こえてますから、コンピューターを経由して、コンピューターが使えますか、神がかり的な力で、ドイツから招待されたんですって言ってるんですよ。だから日本は4対1で勝ってるんです。状況わかりますか？エネルギーの残存量問題は日本だけの問題じゃないんです。世界中みんなで取り組まなきゃならない問題なのであって、どちらが招待されたんですかっていう話なんですよ。でしょ？そうじゃなかった東京オリンピックだって日本が招待国、ホスト国だったから9600億円以上も税金つぎ込まされたんじゃないですか。で、最初、もう1兆円超えの話に なり始めてたんですよ。だから僕は、いつものルートで送った SD カードでね、テレビ局経由で、まあ、マスコミの人たちから、まあ、国会議員や都議会の人たちに伝えていただいて、まあ、その頃はね、坂上明さんの番組で、バイキングっていう番組していただいたじゃないですか。やっぱりあれないと、あれがあった方がいいですね、あの番組があった方が。番組のバイキングの方ですよ。で、まず、都知事のね、小池さんに、もう僕調べてますか、都政六法の方で。2006年から、その東京都の都議会がオリンピックの基金を集め始めた条例が出来上がってるんです。2006年に。じゃあもっと数年前からそういう話し合いを都議会とかでしていたはずなんですよ。で、国会議員の人たちも含めてね。だから石原慎太郎さんは国会議員でしたけども、東京都知事とかになってるでしょ。で、石原慎太郎さんは、その、環境汚染問題に関して取り組んでいく。だからエネルギーの残存量問題とか分かってる方なんですよ。だけども、その、オリンピックの流れを止めれなかった。それは多分2002年の日韓ワールドカップ、スポーツであんまり良い話を作りすぎると、その頃は日韓関係良かったんですよ。で、日本と韓国2つの国でワールドカップを行おう。これ本当の話を言うとお金の問題でもあるんですよ。2つの国で負担し合おうの話でもあるんですよ。お金を。
これがね、現実的な話で、その辺の話がマスコミの人たちが一部分かってない。だから東京オリンピックの時に小池さんの方に、東京都知事の当時の小池さんに、今も小池さんですけども、1兆、2兆、3兆ってお豆腐じゃないんですからって、もう言ってくださいって、僕から頼んで言ってもらってるんです。1兆円、2兆円、3兆円って、本当に3兆円とか言い始めたんですよ。絶対無理だから、そんな金額。じゃあ、超じゃない9600億円ぐらいで物事進めてきたんですよ。昔のフルーツラーパークができた時と同じ。建設工事は多分1980年代から多分建設工事始めてる。もしかしたら1970年代からかもしれない。神戸市立ホテルフルーツラーパーク、現在道の駅なんですけども、あれもね、法律でいろいろ探して、その県の持ち物なのか、市の持ち物かなので、有料か無料かにできる法律、僕見つけたんですよ。で、もともと、その経営状況を知ってましたから、計画的にものを言ってしまって、その、ゲートを有料でいただかなくなってしまったんですけども、フルーツラパークも300億円以内に作りなさいっていうことを、神戸市議会か兵庫県議会が言って、でそれで299億数千万円かけて作ってるんですよ。で、あと民間の業者に丸投げ。で、民間の業者はさらに下請けの会社を探して、さらにその下請けの会社は人材派遣会社を探してきた。これが実態で、もう2007年から8年に関しては人材派遣会社の、その最終的にね、最初3社入ってたんですけども、ファインハイゼンっていうところが残って僕が所属してたところ。僕は人材派遣会社、ファインハイゼンの人間でしたから、アコールハイゼンとユニオンっていう、ユニオンという意味は組合なんですけども、両方とも撤退してもらいました。で、もう直接雇用型に変わったんですけども、繁忙期だけファインから人が数名来ていた。2007年から8年、フルーツラパークに。本当はファインハイゼンのその当時、まあ永井さんっていう方が担当されてたんですけども、その本音で言うとね、ファインハイゼンとしてもフルーツラパーク、もう本当はもうええねんけどもっていうことを言ってたんですよ。その頃は、その1998年ぐらいに阪神・淡路大震災があったから、神戸市内のホテルとかが、オリエンタル系列とかのホテルとかが、まあ道路とかがね、めちゃくちゃになってましたから、高速道路とかボキッと折れて倒壊して、電車の線路とかも倒壊したりしてましたから、もうインフラがめちゃくちゃでしたから、浜川の方に来れないでしょ？人が。で、その分フルーツラーパークにある程度披露宴の件数だとか宿泊のお客様に関してもこれは一部政府通して修学旅行とか阪神・淡路大震災の現場は本当に一回見た方がいいと、修学旅行どこか行くんだったらって、それは後の人生に生きてくるからっていうことで、まあ誘致して、まあ売り上げがあったんですけども、その後すぐに売り上げがもうすぐなくなってしまったんですよ、大した金額。なあ、もう299億何千万円かけて、その後平成の時代に一応市の方から再建放棄してもらったんですよ。市から取り立てられてた方、株式会社神戸ワインとかね、民間の会社は。それが社会の現実。ちょっとスポーツ業界の方から話だいぶ逸れたんですけども、そういう商業原理っていうことをね、やっぱり社会に出て働きながらいろんな人たちの実体験とかを聞いてから身につけられるものであって、法律のこととかやっぱりプロのスポーツ選手の方とか疎いでしょう。で、だから、まあ、そのビールかけ自体は本当は違法行為だから、これをね、例えばその辺の居酒屋さんで行ったらどうなるかってすぐ警察官呼ばれますよ。もうわかるでしょ。だからしちゃならないことをテレビでしちゃダメなんです。テレビだけ許されていた世界がむちゃくちゃだったんですよ。じゃあね、エネルギーの残存量問題で90億人の命がかかってるんです、世界でね。世界中で物流止まったらどうなりますかって、スーパーマーケットに商品並ばなくなるんですよ、食料とかね。電気も使えなくなったら、冷蔵庫はストップしたら、食料みんなすぐ腐るでしょ。すぐに餓死者続出ですよ、世界中で。90億人の命がかかってる。じゃあその未来に向かって今何ができるかなんですよ。ビールかけなんか知る場合じゃないだろうっていう、こういう話になるんです。だからこれは阪神タイガースだけじゃなくて、プロ野球選手だけじゃなくて、他のスポーツ界も同じ。
それが F1 だろうが何だろうが。これは僕は注意してる。じゃあトヨタさん、日本人のドライバーじゃない人が運転手で、もう多分力2カ国乗せ。それでラリーレース勝ってる。僕は言ってます。ダメですよ、ビールかけしちゃう。だけどシャンパンファイト、海外の方たちがされてしまってます。さあどうしましょう。僕は正しいこと言ってます。本当に本気で法律が強い人たちが集まって集団訴訟を行ったら多分勝てます。それをいろんな人たちへの悪いメッセージで、ああいうようなものを流していてね、むちゃくちゃなニュース今までありました。本当にあった話でね、学生で、土鍋にね、ある程度の温度まで上昇した鍋に顔を突っ込まされてる映像、だから体育会系の人間がしたのか何なのかわからないですよ。まあ、あそこまで行ったら、多分、傷害事件だと思いますよ。暴行事件よりも罪の重いものが傷害事件。いや、だから顔面やけどするから。もうむちゃくちゃ。だそれとあんまりしてること変わらないから、で、あとインタビューしに行ってるアナウンサーとかに頭からビールかけとか、無理やり頭からかけたりしてたでしょ。あれ全部違法行為。暴力行為。集団暴行。だからそれを認めるような形でテレビの放送は認められない。だこれをテレビ局の人間決めちゃダメなの。一般人の淡いケースが言ってるからダメって言ったらダメなの。で、裁判所はそれに関してしっかりと稼働しないところに僕はものすごい不満がある。あと国会議員の人たちも、地方議員の方たちも含めてね、あとプロ野球界っていう公益財団法人を名乗りながら、もともとはそうでしょう。どこに公益性あるんですの話になるから、ビールかけの話になったらね、せっかく選手は今シーズン頑張って仕事してきたんだから、最後ビールかけで全部むちゃくちゃにしちゃダメですよ。それじゃ良い話は作れない。イチローさんはもともとビールかけ、オリックスのアメリカ行く前に、オリックスの選手、お前らやめろって大声で言って、今すぐそんなバカなことやめろって言って、もう叱り飛ばしてるんですよ。まだ二十歳そこそこの年齢の頃ですよ、イチローさん。まだ30歳になる前にメジャーリーグ行ったのは皆さん知ってるでしょ。できます、年上の方に。まあ同じようなことは僕は会社で言いましたけどね。だからイチローさんもしてくれた。だから大きな結果がついてきた。ギネス記録。ただ活躍したら活躍したで、マリナーズだったじゃないですか、もともとの球団がね。で、任天堂はもともとマリナーズの株買ってるんですよ。で、アメリカのそのプロ野球、まあ大リーグ、まあプロ野球、メジャーリーグのね、経営状況とか、よく分かってないまま、まあ球団持たされてしまった方にやっぱりなるんですよね。30球団ありますから、アメリカの方は。だからやっぱりゲームもそんなに簡単じゃない。クライマックスシリーズとかないですか。ワイドシリーズとかありますけども、ワイドカードは。だけども、ある程度の順位に、例えば、シーズン半年ぐらい経過して、4位以下とかだったらね、ゲーム差1位とのゲーム差とか、もうわかるじゃないですか。あんまりお客さん来なくなるでしょう。これが現実だから、今でも任天堂さんがマリナーズの株はある程度持ってるんですよ。で、イチローさんも、一応、まあ、本当は日本に僕としては帰ってきてほしい。ただ、イチローさんにはイチローさんの事情があって、まあ、奥さんがいらっしゃって、お子さんがいらっしゃって、もう日本語は喋れないお子様、まあ、子供の、イチローさんの子供の方がね、日本語をまだしっかり話せて、日本に帰化できるんであればね、日本に帰ってきた方がいいです。日本少子化ですから。アメリカのその経営状況とかあんまり巻き込まれると、イチローさんとしても大変でしょう。これが本音であって、まあ皆さんの方でね、日本のプロ野球業界から日本に帰ってこれるときにもう帰ってきた方がいいと。そうじゃなかったらもうアメリカ人になってしまいますよってイチローさんも。僕より年上の方ですから、その親の介護とか親の死に目に会えるのかどうかとか、そういう話ありますから、もうメジャーリーグでの活躍はもう皆さんほどほどでもう切り上げて帰ってきてくれたらいいです。もう
ある程度でいいんです。だから僕は大谷翔平にそういうメッセージを送っています。涙流しながらね。もうマスコミもこの件でごちゃごちゃ言うのはやめてくれって。彼には彼の人生があると。もし向こうの人と結婚したらヌートバー選手みたいになってしまいますよって。ね。そのヌートバー選手のお父さんはアメリカ人の方でしょ。で、母親は日本人の方でしょ。で、ヌートバー選手自体に日本語ははっきりと喋れない。日本人じゃないから、本当は。日本語はしっかりと喋れて読み書きできなかったら、区役所からの書類とか市役所からの書類が届いて対応できないから。人生みんなそんなに甘くないんですよ。他国での生活なんて。だから、翔平も日本人と結婚した方がいい。で、もう日本に早く帰ってきてくれたらいい。もう十二分の結果をもう出してくれた。それでもうみんないいから、この話一緒に添えてくれたら。それでみんな理解してくれるから。そうじゃなかったら、翔平の人生が大変になるから。皆さんそこはご理解してください。あとビールかけはみんなしちゃダメ。これはメジャーリーグも同じ。いつまでもメジャーリーグでビールかけしていたら、ワールドベースボールクラシックの優勝はありませんよって、こういう話になってくる。結局僕は日本代表として、勝負に取り組んだ時に、淡井圭介と選手を入れ替えたりしてる分あるから、神がかり的な力。これしてるんですよ、本当に。ガム噛んでる選手がマウンドに上がってる。もう淡井圭介と入れ替えるしかない。阪神タイガースの選手でね。だけど正直、やっぱりガムたくさん噛まされて、だと言っていいのか、そのサードのね、佐藤輝明選手、打率がやっぱりあんまり良くない、レフトのヌイジー選手も。で、審判も巻き込まれて、サードの先進の主審も、主審じゃない、先進も、間違えたジャッジやっぱりしています、ナチュラルで。わざとしようとしてるんじゃなくて、気抜いてるんじゃなくて、だからもうみんなガム噛まないこと、本当に日本人もアメリカの人も。本当は勤務中にしていいことじゃないか。僕は、週は株式会社で一月に300何十時間という労働時間をさせられていて、眠気が吹き飛ぶとかいうようなガムを帰りの運転中に噛んでいたことはあります。だけども、2007年かな。2007年の3月中旬か下旬頃、中旬頃だったと思います。高速道路でね、居眠り運転で横転事故を起こしています。それは会社が悪いんですよ。もうある程度裁判、訴訟費用の救助申請が通って、もう裁判始まっていて、法廷で裁判官が言ってくれたんです。それは会社が悪いんですって、あなたの責任ではありませんって。そうじゃなかったら、会社がその長時間労働をやめさそうとしなかったら、店長とか課長とか役員の人たち、社長とかが長時間労働をやめなさいで動かなかったら、やめないんだから。一末端の人間がそれ会社入ってできるかって言ったらできないでしょ。だこれが世の中の現実であって、みんななかなか組織に入ったら、なかなか対応がうまくできないっていうのがこの世の中であって、イチローさんはその壁を突破した人間なんですよ。ビールかけをあの年齢で注意したから、お前らやめろって敬語なしで、確かもうやめさすのにはたいていたと思いますよ。けどそれは正当防衛として通用します。それは日本全体の正当防衛につながるから、そしてそれは世界全体の正当防衛につながるんですよ。だからエネルギーの残存量問題、バイオエタノールに変えた方がマシ。それと、あと、ビールかけなんかそんなことしちゃダメ。一般人でそんなバカなことしてる人間いないから。プロ野球選手の方がすごいっていうことで表立ってはなってるんだから、その人たちが悪いことなんか率先してしちゃダメでしょって、特に優勝した球団がってなってきたら、話めちゃくちゃでしょ。もうこういうことです。皆さん絶対覚えてくださいよ。ビールかけは禁止。絶対ダメ。以上です。皆さん、ご理解してください。ご対応のほどよろしくお願いいたします。